お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですねこちらこやこやデッキ新鋭隊バージョンやっていきたいと思います。今ですねこやこやめっちゃ強いんですよ。で主にこの新鋭隊ザッピーの枠がエリババムート型かなんかよく使われてて、まあこやこやが多いんですよね。多くて多い中で、そしたら海外のプレイヤーがねなんかいろいろこのこやこやを入れて数枚変えてなんか遊んでるんですよ。でそのうちの一つで今回新鋭隊ザッピー型がねありましたので、今日はねこちらのこやこやまたかよってね思う方もいると思うんですけど、ちょっとこやね僕好きなので、はい、やっていきたいと思います。いやちょっとねもうこやこや系 YouTuber になろうとしてるんですけど、やばいな、小屋動画がちょっと増えちゃいますね。さあ、オーブンね。小屋小屋は基本的に小屋を貯めまくって、ほんとね、貯めて勝つみたいな、貯めてたら勝ったみたいなのが、小屋小屋デッキの理想ですね。さあ、というわけで、まあ、小屋を置いて、後ろからユニット出して、あとは相手のね、まあ、攻めてきたところを親衛隊でパクリと。なんで、ユニット低め低め低め高め親衛隊ですね。よいしょ。さあ、自然とカウンターになるんだね。なんか自分からこう親衛隊出して、なんかやろうやろうってなると、なんかね、相手陣地で簡単に処理されてがなるので、待って、相手なんかうめえし、俺のザッピー行かれてるし、キング起動されてるし、なんかめっちゃピンチになってるっすね。気づけば。気づけばめっちゃピンチ。まあちょっとキング起動痛いですけど、まああんま気にならないっちゃならないか。親衛隊は通りにくくなるものの、まあこの小物系はね、頑張ってくれそうですさ。小屋置きます。とりあえず小屋置いて休憩しておいてください。で、まあ、あと相手がなんかしてくると思うので、まあ、タルババぐらいそうやってちょっかい出しても良さそうだけどな。これまあまあまあちょっかい出さなくてもさ結構入る。しかも今回のってゴレでウッド型っていうちょっと珍しいですね。でザッピー出して、で後衛来るぐらいで蓋でしっかりね支援隊も出していきたいよね。ザッピー結構ゴレに強いからな。相手がライトニングだった時、さっきベビドラちょっと事故あったんだね。それだけしっかり気をつけて。え？なんかさ、ベビドラめっちゃ優秀じゃない？あ、でも。オッケーオッケー。さ、守れさえすれば、で、さらに一応ね、マザネクもいるので、マザネクでね、なんかタイミングよく出せば全部ね、豚のカウンターとかにもできたりはしそうです。さ、いや、ファイスピが強いね。で、こやこやね、貯めます。いや、貯めてるだけで相手辛そうだもんな。これ、えぐいっすよね。だって同レベルにさされてさきついのに、これがね格上とかにされるっていうのは僕はちょっとあんま最近はないですけど、ちょっとね皆さんのことを考えると胸がね非常に痛くなりそうですね。はい、さあしっかり蓋してあげて、まあ攻め取るんでね使われたら突破されちゃうんですけど、ザッピーとかね、まあ逆に攻め取るんで使ってくれやっていうさあ感じで、まあそんなことしてたらね、家が増えてるだけなんでね。さあ、家だけ増やしていきます。ウッドがちょっといい味出してるけど、まあ小屋置いてるだけで間違いなくリードはしてる。うん、相手これでね、高めゴレしか出せなくなって、高めゴレだとね、ユニットをね、貯める余裕もなくて、全然貯まらなくてね。なんなら公園のベビとかね、なんかファイスピとかで飛んできそうっすもんね。さあ、いい位置のホバリングですね。で、しっかり蓋をしてあげて、自然とカウンターですね。これもマザレクとか、マザレクとか出してあげたらね、なんかいっぱい豚になるんじゃない？これゴレの小型もね、豚にして、ダックネも豚にしてね。で、ここでしっかりね、小屋置いてきます。小屋置いてると、もうね、何もせずに勝てます。やばいよね、だって。槍ゴブでしょ？あとファイスピ。そしてマザレクのこの豚も、なんかラッシュの一つというかね。いや、マザレクはね、この小屋小屋と合いすぎるんですよね。マザネクで産んだ豚がこのヤリゴブとかファイスピの前に行ってね、豚ヤリゴブ豚ファイスピの形が自然と作れちゃってさ、もうその形が強いみたいな。マザネクがねほんとマジでね小屋小屋を流行らせてますこれ。いやー楽しいんだよな。でもこれやる側はね本当にやられたら吐きそう。さあ、といった感じでね、小屋置いておいて、攻めてきたら親衛隊出すっていうのが理想かなと思います。まあ、カウンターとかね、とりあえず小屋置きます。さあ、タルババです。まあ、タルババだったらやっぱゴーレとかね、遅延スケラー、最近でもそんな入ってないと思うな。あ、親衛隊ロイフグもあるね。オリタルだったら、親衛隊ロイフグ稀にロイ、まあ、スケラか親衛隊ロイフグかな。流行りのね、
もうすごい親衛隊対決になっちゃうからね。親衛隊ホバザッピー、あ違う、メガゴだから遅延スキルだ。いやさすがに俺も親衛隊ホバザッピー同じの対決はしたくなかったよね。おお、まあここはどうしようかな、なんかいろいろザッピーぐらい出していくか。ザッピーな、普通に強いからなこれね。なんなら橋前親衛隊ちょっと行きたいぐらいですけど、まあ、一瞬ね、一瞬我慢しちゃって小屋を置きます。まあ、小屋置いとけばとりあえず間違いはないですよね。そうこれが相手きついからしっかり小屋置いてね。こうやってポイズン当たるっけ、同サイドのさ小屋、こうやってポイズン当たった気がすんだよな。気のせいかな。なんか2枚今右下に置いた時にここにゴブゴブ頭部にポイズンが当たった気がしないこともないけど、ちょっと曖昧だ、申し訳ない。でベビーメガゴか、ベビーメガゴ型なんで、まあ、ホバがあんま行けないですね今回に限っては。あれ、いやライトニングだ、エレジャイかゴレか、ただのゴレか。いやなんか俺の思ってたんとちょっと全然違うんですけど、いやここな、相手ライト打ってんすよね、行っていいと思うんすよ。そうライト打ったらてかスペル打ったら結構基本的にコストがないので、まあベビーメガゴ、そう結構チャンスになるんすよね。これ多分ね右側が意外と入るやつじゃない、ザッピーが強いね。いやいいねえぐっ、左もめっちゃいっとるやんけ、マジか、やりすぎやて。いややばいなーこれ、これやばいなーこれ、今のえぐくないですかね。血ユニットからの、でもこれ相手諦めましたね。血ユニットからのこの端前ね、いやえぐいなーこれえぐいなこれ、もうなんか言葉が出てこないもんね。しかも子役はだからそんなにね早くも金が折れないっていう、やってる方もちょっと辛くなる。さあナイス、えぐいね。まあ本当に後ろしっかりユニットを貯めるっていうのが大事かな。最初に支援隊とかポイって出しちゃうと多分だんだん苦しくなると思うので、しっかり小屋出して、小屋出してユニット出してからの支援隊。さあどんどんね小屋を建てていきたいと思います。建築です、建築が上手ければ勝てます。さあホグライダー、これクイックだったらちょっと厄介になるんですけど、まあクイックだった場合は小屋小屋は生きない分ホバー、まあザネクね、ザッピー新体が生きてくると思うので、まあその変化しながらで26かな。でも ISP だったら、まあ、26だったらまあ小屋しっかりね、小屋でホグを抑えていきたいね、相手のホグのダメージを。さあ来る、結構ゴリゴリ来ますね。マザネク振り向いてほしかったな。まあ、やりゴブ頑張る。で、ファイブを使ったら他が生きるよねって感じでやっていきたいんですけど、まあ、序盤ちょっとついていくのにね。お、マザネクが悪さした。必死ではあるが、いや、マザネクな、これ、あれっすよ、疑惑っすよね。なんかよくあるんですよ。マザネクがタワーを殴ってからとか、何かを攻撃してから横にユニット出しても動いてね。スケとかで動いてね。今みたいに攻撃するのはあるあるなんでね。さあしっかり小屋でね、小屋で守っていけば大抵あなんか相手が攻めスペル打たないとねこう入らないんですよダメージ。そうで相手だからめっちゃ打ってきてますね序盤から、えぐいっすね、えぐい攻め攻めできてるんで、まあしっかりちょっとエリクサーをねちょっとずつアド取りながら後半ねしばきたいなと思いますね。まあゴブ小屋今高めに置くと多分端前マスケで溶かされてになるんですよ。低めだったらまあ5打たれる、おお、えぐい来るっすね。えぐ来るのはしっかり回収してもらって、こういうのはね端前新枝いけるとね熱いっすけどね。熱いがちょっとザッピーが先行しそうだったので一瞬だけ我慢。うん、さあどうしようかな、ケツ新枝やるか、ちょっと26にはちょっとやってもいいんじゃないか。なんかここでオーブンあるんでね、やっぱここで守れないならやんない方がいいけどね。さあ、ファイブは打ってくれない、さすがにね。さて、高めホバでしっかりやると。で、マスケ切れば、みたいなね。さあ、ザッピー。うい、ナイス、ザッピー。で、小屋も置いといて、しっかりね、プレッシャーを与えてきます。よいしょ、いけ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 い。いけ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 い。で、しっかり、こうね、もうどん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 行ってあげて。行ってあげて、
よいしょ、マザネクダスケとか本当豚にしたかったんだけどな。これファイボで綺麗にいかれちゃうっすね。で、ファイボ使ったので、このホバ追加ね。しかも、しっかり隅っこタルババで、ホバリングのダメージをちょっと狙いに行きます。で、小屋をね、置くのをしっかり意識してください。ホグライダー来た時に通っちゃうんでね。で、逆サイドの1個上に置いとくと、なんか1個上、定位置で1個上に置いとくと、意外とね、これ始めます、読み。うい。ホグ釣れるんでね。さあ、ザッピー。いや、もうセパセパゲーミングですよね。まあ、一旦落ち着いてもいいのか。まあ、ホバーを出せば、相手がホバーにファイブ打ってくれるよねっていう話。打ってくれるかな？打ってくれそうじゃない？打ってくれねえな。ごめん、調子乗った。さあ、小屋に攻めファイブがそろそろ来そうですね。さあ、釣れるかちょっと疑惑だった。ウッド、オーブン、オーケー。いいよ。いやー、これね、あとちょっとがね、怖いですけど。で、相手ここでね、アイゴレホグ来る。アイゴレ使ってんな。いや、ホグが来るよね。しっかり押さえて、押さえる、そして、もう一回小屋置くっていう。じゃ、相手の大砲はやっぱ突破できないんだね。ファイブってもそうだな、あれ。いや、低めマズネクで相手に攻めファイブをしにくい状況を使って。来た、ファイブ削り。いや、俺のこの小屋にファイブ削りは結構悪臭じゃないですか。ね。いや、そう、絶対悪臭。いや、でも一回ここで防衛ファイブ送んな。さすがにこれ防衛ファイブっすよね。そしたら左もね、刺さるよねって。うわー、ナイス。ナイスナイス。相手ファイブ削りはね、やったと思うんですよ。間違いなく。一回はいいと思うんだけど、二回目はね、やりすぎだよね。さあ、ファイブ削んない。いや、ちょっと汗でしたけどね、正直。なんか綺麗に守られそうな気もしたんですけど、まあなんとかね、小屋パワーです。さあ、もう一丁建築していきます。で、オーブンとゴブ小屋、多分どっちが前の方がいいのっていう質問が絶対あると思うんですけど、まあ難しいと思うんですけど、僕はどっちだろうな、ゴブ小屋が前の方がいい気がする。まあ理由として、ゴブ小屋が壊れた瞬間にやっぱヤリゴブリンが出るじゃないですか。で、ヤリゴブがやっぱいると、そのヤリゴブリンがこう、なんだろう、相手のね、ロイジャイとかジャイとかの防衛してくれたり、まあなんかゴレとか溶かしてくれたり、あと陸系になるんですよね。壊れた瞬間の陸系になるっていうのがでかいかな。ヤリゴブ出るだけだったらね、ザップ打たれたりとかあるかもしれないけど、やっぱ陸系として出てくれるから、相手の陸も受けれちゃう。オーブンだと壊れた瞬間何もやっぱ出てこないんでね。そう。いや、豚のせいで、危ない、避ける、ナイス。いや、これ、端間行っていいな。あんまり良くないかもだけど、今回に限っては、まあ、相手がボーラーを使ったんですよ。ボーラーベビーをちょうど使ってたから、普通に、しかも攻めてきた。てか、攻め取るにも使ってたから、結構コストも使ってて、範囲攻撃も使ってたんですけど、範囲攻撃しかおらん。範囲攻撃しかおらんっていうデッキですね、今回泣いて。で、なんだろうな、なんか普通は、バルーンとかなんだけど、ゴブ小屋が入ってるんで、ゴレとかなのかな。ボーラー、ベビドラ、ゴブ小屋。エレジャイの可能性もあるね、これ。今んとこ。なんならすごいエレジャイっぽい気もするね。ホバ無双。で、後ろ溜まったらな、小屋打ち、あれ打ちたいぐらい。まあ、これ5ってもいいな。ホバリング結構強いんだよね。え、ボーラーの石強っ。えぐくない？で、こう、マザネク置きたいんだけど、本当はね、相手ボーラーもバルキリー持ってるんで、こうもしかしたら逆サイも狙っていかないといけないかもしれないけど、スケラとかかな。いや、フリーズのスケラかもね、これ。さあ、まあまあまあ、豚が竹取ってる、ナイス。しっかり耐えて。まあ、カウンターなんだけど、これ、ボーラーとかいるんで、ちょっと逆っすね。そう、片サイドだけだと、石ころで全部いかれちゃうんで、しっかり両サイカバーしていきます。でも、こうなったら、小屋は別に、高くなくてもいい。相手のボーラーがちょっと、嫌だね。そして蓋して、これ、ヤリゴブとか頑張ってくれるんでね、
いやー、マザネク全然頑張らん。ちょっと待って、やばいよ。マザネクもうちょっと頑張ってほしい。いやー、相手のちょっと硬いね。防衛が硬い。でも全然あるね。マジで流れとしては全然ある。正直、このオーブンが結構世界を変えてくれるんじゃないか。ホバとね。しっかり延命していく。え、このホバ延命できるのでかい。いや、勝てるよ、空。ホバ勝ってほしかったな。でもこれ結構左も熱くて。いや、ボーラーの石で俺のダメージ入らないなら大丈夫。いや、これちょっともったいないか。もったいないけど、もうちょっと攻められて怖いんでね。さあ、本当はここにザッピーを出したいが、ザッピー出すコストもない。よしよし。ホバ無双してもらって。いや、えぐいな。エグピンチ。やべえ、これ。待って。お前マジでダメ。いや、ボーラーの石が。いや、ボーラーの石がマジで悪さしてる。いや、マザネク。頼む。いや、耐えた。熱い。相手これ絶対右に出すやろ。ホバ、間に合うな。うん、間に合ってもうた。いや、これも行くしかないよね。俺。行くしかなくて、もう行くしかないんだよ、俺も。行くしかないんだけど、行っても負けそう。やばい。ああ、ボーラー、やめてくれ。ああ、ボーラーが。いやー、これ、相手に小屋が入ってるのがちょっとずるかったっすね。なんか、小屋に対しての小屋が強かったっすよね。普段、アイウィズの枠だと思うんだけど。いやー、ちょっと、小屋流行ってんの、ちょっと嫌っすね。ね。えぐすぎるやろ。まあ、クエイクがね、やっぱ使う人が少ないっていうのもありますよね。さあ、ミニペッカはもう、スパーキーかゴレーとかにしか入らないですからね、今の環境。大型を最強にさせるカード。さあ、エリポン。まあ、スパーキーかな。まあ、ゴレーもあるな。二択。エリポン、ミニペ。まあ、どっちかですね。しっかり小屋置いて、耐えたいですね。エリポンに5打つと、基本的にやっぱガゴムレとかウィザードとか、まあすごいね、チンパン要素高いカードが来るんですけど、まあ気合で耐えたいね。ゴブジャイからのダックプリ追加か、ゴブジャイからのウィザード追加か、ゴブジャイからの、あ、まあジャイからの、みたいなね。そこ、ホバとか出したかったけど、ホバ出すと死に体出せなくなっちゃうからな。いや、マズネクもうちょっと頑張ってほしかったな。いや、マズネクもうちょっと頑張ってほしかったよね、正直。いやー、痛いんだけど、相手スペルマジで0時だけとかなんですよ、これ。だから耐えてしまえば俺のもんなのよね。うん。さあ、ウィザード来る。マルタルでやって。耐えれれば俺の勝ちなんだよね。耐えれればね。ワンチャンミニピとか。さあ、来ない。うん。オーブン。マザネ君もう一個ぐらい低めに出しときゃね、いいカウンターがなったかもしれない、ね。いや、あれ、ファイブ打つか悩むな。一旦小屋置くか。うん。ちょっと悩むが。小屋は延命してあげてね、あと。で、低めホバー、低めマザネク最強なんで、しっかり低めでユニットを貯めてあげてね。さあ、ファイブも打って、いや、いいね。オッケー、イモれる。相手は小屋を置きたいのかな？どうなんだろう？マジで。スペルないかも。イモれれば勝ちだからね。もう俺の防衛に全てがかかってる。後ろ下がってほしいな。いや、耐えとし。陸がね。いや、耐えた。いや、陸がねえの耐えたけど、全部行かれたな、俺の。いや、ファイブってよかったけどな、ぶっちゃけ。さあ、全部行かれた。えぐいに来た。いや、耐えれる。耐えろ。よし。いや、相手、ちょっとそれ調子乗ったな。ちょっとだけ調子乗ったよな。ふぅー、
474。陸行きがちょっとこれ、いやホバ一発入るんだな、それ天才やん。ちょっとホバで早めにとかしたいけどな。えぐいね、これ陸をさちょっとカバーしたい。ファイブ打つか、まあ、ファイブじゃなくてもよかった。あぶねあぶね、マジマジ死にそう死にそう。もう一発よしよしよし、あら入らない。いやこれ繰り返してんな俺、これあとずっと繰り返すも俺で勝てるんだけどな。繰り返せるかな。ザッピーも使いたい、新エテも使いたいな。これちょっと早めに出して、あれタゲ取れるっしょ。よし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 、相手もねもう高めに出していかなきゃいけないですからね、状況的に。もう一発欲しかったな今。いやでもいい、タゲが天才で、これちょっとジャイとかも入れたくないから小屋はもう高めに出しちゃうって。いや高すぎこれやばいかなこれ。いやでもこんぐらいしていいと思うな。しっかり支援隊も出して、こうすると相手のジャイ通らないんだね。僕ジャイ通らなければやべえ、キモいことしてるキモいことしてる。ジャイ通らなければ俺の勝ちだからな、これもうね、門番門番豚入る、なんならなんなら豚入るぞ、豚入る。オッケーオッケー、よく耐えた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 。これ建物ね、タワーを守る門番のタワー強いね。いやよしよし、よく耐えた、マジでかい。いやえぐ怖かったな、ダクプリミニペがね。なんかやっぱ受けがちょっとしんどいね。新エテ出せたらいいんだけどね、出せないのも嫌だし、なんならレイジのねダクプリミニペとかだと新エテ秒でいかれるんでね。さあ、いや今の乗り越えたのでいけ。さあ小屋置いていきます。とりあえず小屋置いてから考えます。置いてから考えます、何も考えずに一旦置いてください。うん、で五分が延命したいんですよね正直。いやーオッケー、だから竹取られてないのはでかくて、これでムーとエレキか、なんだろうな、ちょっとレアっすね。ムーとエレキこれ飛ぶね。お、相手ファイブを使ってね。さあ HP が多い方の小屋に打った方が両方ともね早いタイミングで溶けてくれるんでね。おや、いやー、行ってもよかったけどなー。ちょっと待つか。迫撃砲かなー、なんか迫撃のスケラとかなのかなー。さあ、インドラー。いや、ちょっとスケラ、あれでもドラドラかラバか、そしたら。ラバディガーとか、ああ、迫撃でしたね。全然、普通に。普通に迫撃でしたね。さあどうしようかな。まあとりあえずてか空にバカ強くね、ドラドラエレキ迫撃ってね。空めっちゃ嫌いっすね。でバルキリーとムートが新エタに強いんですよ、まあ、だから両方割いたタイミングとかあれば新エタ出していきたいね。それ以外多分あんま出さなくていい気がすんなこれ。うん、で多分迫撃のスケラだと思うんで、まあ二択っすよね、ロイホグか、だってリーが飛んできてないんで。そうなので、まあそれまではちょっと我慢してしっかり小屋置いて。いやこれオーブン、ああてかエレキの受けがなかったよね。でこれ片サイだけだと今みたいなファイボ削り多分されるんで、しっかり両サイ振っていきたいかな。相手からしたら俺がマザネクサイてるから今がちょっとチャンス。さあ、イモってくる。ああ、オーケー、そこに使ってくるのはまあまあ悪くなくて。まあこんなことをしてると、いつか俺のね、端前親衛隊がぶっ刺さる時がね、来るといいなーっていう感じで。さあ、いや、あんまなんか残ってる時に行きたくないんですけど、もう形的に行かざるを得ないというかね。まあ無理せず行こう、無理せず。うん、別にここで大ダメージを与えれなくていいんですよね。相手のカウンターが来なければいいので。あれめっちゃなんかすごいことになってる。いや、すごいことになってそうであんまなのかな。いや、なんか暇すぎるの思ったより。お、タレボバ裂いちゃった。タイミング。あ、でもヤリゴブこれめっちゃ強いわ。あ、相手、ヤリゴブに5打ってね。俺のマザネクに。あー、これ来たっすね、これ。もしかして気持ちいいやつかもしれない、今回これ。あの、ゴブ小屋を後ろに置いとくと、あの、スケルトンラッシュにめっちゃ優秀なんですよね、槍ゴブって。そう、だからスケラーを溶かせる。で、マザネクも出しとけば、
で、マザネクに相手は絶対ファイブ打たないといけなくて、でもやりゴブがあってみたいな。そのやりゴブで、あ、終わった、GG だ。あー、これ気持ちいいやつ。相手がなんかどうしようもなくなっていく感じね。家建ててるだけで。いや、これがもうね、やみつき、たまらん。はい、というわけで今日は、こやこやの新対ザッピー型をね、使ったんですけど、まあなんか似たようなデッキはね、やっぱめちゃくちゃあるので、まあそのうちのほんと一つでね、立ち回りとかあんま変わらないと思うんですけど、ほんとこや立てていくだけですね。ですが本当にね、楽しいデッキではあると思うので、皆さんもよければね、使ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。